しょうがないか。やべ、くすねるな。これそうだ、これちょっと強いんじゃないかな、国取りで。はい、どうも、妖怪三国志国取りオーズ、今回もやっていきます。今回はね、メリクリコキビちゃんと、まあ、風味調整、これはプックじゃなくて復刻なんだけど、はい、こちらね、歌詞やりたいと思います。攻撃速度が、まだ5、6体しかいない、こうね、5秒95と速くて、力もね、結構あって、で、新必殺技のクスネルがあると、これはまあ相手の良い取り付くを奪っちゃう。1個ね、奪っちゃう。面白いね。どういう動きをするのか。結構複雑な動きのようにも気がするけど、どういう風に優先で取るのかね。お守りと力アップがあったらどっちを優先して取るのかとかね、その辺よくわかんないけど、まあって感じですね。で、潜在はね、いいですね。命中クリティカル、そしてぶつかりがあって、そして超クリティカルがあるから、いいね。三種の神器あって、さらにね、吸収属性ダメージアップ、なんか珍しいね。プリチーの吸収って珍しいねと思ったんだけど、あと回避が高いね。プリチーの吸収って珍しいなと思ったんだけど、ね、なんか大事点見ると、そうだね、プリポカの吸収ってスイカにもいたね。あとバンバレアとパンドーラってそうだね。あと百鬼姫シャドウ、ジバニオンシャドウもそうなんだね。バンバレア吸収だったんだっていう感じで、はい、結構いらっしゃるんだなっていう。吸収はね、長期戦になるとすごいありがたい。力を吸うとすると、リュータがここでしょ。リュータが2300でトップだけど、まあ2300っつったらもう、あとは誤差の範囲でね、2200度から、まあ炎竜よりちょい下ぐらい、50いくつだったかな、この辺か。オズマ、テラオズマ、疾風ドルカソルから次ぐらいかな。足裏切る場合より高いと、2253だったっけ、っていう感じかな。はい、もうだいぶ変わったね、メンバー。最近の妖怪ばっかりだね。イベント妖怪が多いよね。イベント妖怪育成すると強いってことだな。たくさん持ってないな。はい、じゃあ行きましょう。クスネルのね、解説はちゃんとこの遊び方のね、ルールのところにあるね。敵から良い取り付くを一つ奪って自分のものにするっていうね、クスネルね。はい、じゃあ行きましょう。もうでもすごいね、超睡眠。で、あと最後の方で、超級ごとね、復刻ごときもやりましょうか。超睡眠と超サボりか、開幕あるから、ぶつかり耐えをつければ、まあ、厄介だね。もう防衛でたくさん見そうな感じがしますね。確率は 1.5%。プリッチなのに勇ましい妖怪が、勇ましい豪傑妖怪ばっかり出てくる。すり抜けたらスリリングなガシャですね。まあでも、チケット、どうしようかね。今後のためにもう取っとくか。あともうどのぐらい鍛えたらいいのかよくわかんないよね。まあ一応マイルがいっぱいあるから。ちょっとこれゴールドだったらな、それは金銀の確率高し。しぶきが大きかったら金の方がいいな。ただまあワンチャンまだ、どっかで金が出てくるな。ユニンかな。おお、ジバニンシャドウだった。これだったか、金は。これだ、風味のニュー。おお、ハングリー G。ハングリー
やべえな、これ A で終わりだわ。はい、ギバニャンシャドウゲットです。まあちょっとこの辺の今後は絆だけになるみたいなんだけど、こう放置った絆とかどうなっちゃうんだろうね。結構どん、まあ超十突とかも分かるからいいんだけど、超十突以外どんぐらい鍛えたらいいんだ問題とかあるかなっていうのと、マイルがどうなっちゃうんだろうね今後。今のうちにマイル交換しといた方がいいのかとかね、その辺も聞きたいね。なんかマイルどうなっちゃうんだろう、貯めたままでいいのか、もうガシャチケット交換しといた方がいいのかっていうはい、そんな感じで、あかんかったな、まあいいや。ちょうど超級後、今回はこのねカルラと超過度なんね。あとはモモンガレビーとかはなんて、もう待ち伏せみたいな一体か、だから待ち伏せ M じゃないけどファイアーエンブレムの、うん、待ち伏せを食らうって必殺技ね、跳ね返りを食らうみたいな、なんかそんな感じかな。まあ相手が弱いからいいけどね、うん、気持ちいいもんではないですよね。待ち伏せされて、まあ一発食らう、二発食らうって感じか。で前回のね能量磁場駒見たら、前半戦で私絆が1回しか落ちないんですよ。だからちょっと今回も苦戦しそうだなと。で順位報酬軒並み下がってるんで、だからちょっとやっぱり跳ね返りやってしまうとか。あれ召喚で届くんじゃなかったか、間違えたな、必殺4回以上かな。はい、というわけで一応金クリア、いや必殺発動だった、やべえ余計なことしちゃった。うん、で前回はね本当落ちなかったんですよ私、絆前半戦1回しか、なのでちょっと今回も注目しております。さあじゃあ復刻もやっちゃいましょう。これ私もうね超十突しちゃってるんだ。ランは吸収が苦手、炎竜からダメージ増加、ほーん、炎竜使ってあげたいね。もう正直前回のイベントのそのままって感じだな、残しちゃったんですね。まあ炎竜って言ってるんで炎竜使ってあげましょうか。なかなかね大炎竜って凍結じゃん、あんまりあれだけどな。まあ、なんでこれにしちゃったんだろう。我が手の内お見せしよう。普通にプリチー妖怪連れてけばよかったそういう場合。はい、という、それでも金クリアじゃないんだ。お題全部クリアなの。なんかこんなことあったな。デジャブのようだな。これはちゃんとクリティカルとか、いろいろ与えて、ちゃんとね、スコア、6000か。おぉ、6000いかなかったな。ちょっと行くように頑張りたいと。まぁ、ちょっと私はもうね、ランは、10突しちゃってるんで、残念ですけど、まあ、今回も特攻なしか。風民挑戦持ってる人よかったね。まあ、コーチューさんもいないんですけど、もう来年に、群馬新ガシャチケットは来年に備えたいと思いますね。あれ？なんか何体ゲットしたっていつもなんかなかったっけ？ルール？あった。大きい陣は、
うん、直球5で10回ゲットできるんだけど、なんかとにかくね、前回のニャンゲーはマジであれだった、落ちなかった。まあでも手形が使えるんでね、一回使ってみようか。ダメだねで、あとは戦力4万以上についてはこれね、うん、あの四柱の試練、カウントされるんで、この4万以上のところはね、きっちり四柱の試練、今ね倍カウントになってるんで、やった方がいいのかなと思います。なんか今回みんなの動きが遅いですね。うん、やっぱね2週間イベントがあるとかなりロースタートになりますよねうん、出し方なしって感じかな。ちょっともう特攻なしなんで、コキビちゃん超アップ来た時やった方がいいのかなっていうのも分かんないけど、なんとなくね、追加があるんじゃないかなと思うけどね。うん、12月24日までガシャ、前半は17日、イベントとしては24日までねえか、ねえのかな、うん、まあでもちょっと気にしつつ、クリスマスキャンペーンもあるんでね、はい、それも楽しみながら、小生武器姫サンタね、以前は揚力ナンバーワンだったのにね、去年の今頃はだいぶ変わってきたけど、まあでもやっぱジバニャンサンタがゲットできるの大きいね。はい、アイテムドロップ2倍、アイテムドロップ量アップねえ、周回しまくるか。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、ゲットされた方おめでとうございます。なんか結構ゲットしましたって人が多いね。はい、すいません。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。ディレクターレター、もう一回見ようかな。